皆様大変お待たせしました。ですね、前に1日の食事を紹介する動画を作って、でその中でサプリについて聞きたい人はコメントしてねって言ったら、なんかみんなこう動画出してくれっていう人がすごい多くて、でもうね、あれ動画出してからもうなんか多分3ヶ月か4ヶ月ぐらい経っちゃってるんですけど、ちょっとやっと落ち着いてきたので、そのサプリの動画を撮ります。でね、前は多分4種類ぐらい撮ってたような気がするんですけど、今ね2種類しか撮ってなくって、一つがシリマリンコンプレックス、ミルクシスルっていうやつが入ってるやつです。でもう一個はなんかね、これはこの前ハワイ島で買ったんじゃない、これマウイ島で買ったんですけど、マウイ島のねマナフューズっていうところに行った時にこうバーッと見て、あこれが良さそうだなと思って買ってきたので、まあ、これが終わっちゃったらもう日本では買えないので手に入らないんですけど、まあ、今のところまだこれが残ってるので、これを今この2つを飲んでます。それでなんでこの2つを取ってるかっていうと、あのね、前もう一個のチャンネルの方では言ったんですけど、京都に引っ越してきた理由が、まあ、そもそも肌の調子がすごい悪くて、なんかボツボツがいっぱいできて、で最終的にはこう車とかの排気ガスとかの、まあ、大気汚染が原因だったんですけど、で京都に引っ越してきて、ですごい良くなったんです。こう今までがこう100だとしたらもう本当に9割減って本当に出なくなったんですけど、でも完全に出なくなったわけではなかったので、もうちょっとなんかしないとなと思ってて、で原因が排ガスとかなんかそういう吸い込んでしまう有害物質っていうのは分かってたの でそれをじゃ まあどうしても生活してると入ってきちゃうので、体の中に、なのでそれをじゃあどうしたら体の外に出す力を強められるかなと思って、で調べて、すごい調べ、やっぱデトックスっていうともう肝臓なん でじゃあ肝臓をサポートするやつをサプリでちょっと探してみようと思ったら、このミルクシスルで、ね、っていうのが出てきて、でねミルクシスルの他にいろいろちょっとね、その肝臓の働きを助けるものがいくつか入っていて、タンポポの根っことかアーティチョークとか、あとはターメリック、ターメリック、ウコンと生姜と黒胡椒とかなんかね、そういうのが入ってて、でなんか変なものは一切入ってないです。でこっちもね、まあほとんど一緒なんですけど、ミルクシスルが入ってて、でそのサポートする物質がちょっと含まれているものが違うっていう。でこっちはね本当にもうサポーツエリミネーションオブトキシンズバイザリバーって書いてあって、もう本当にその通りで、この肝臓による有害物質の除去をサポートしますっていう、なんかそういうサプリ で実際にこれ、まあ、これは最近取り始めたんですけど、こっちのねミルクシスルっていうのを取り始めてから1、2週間ぐらいはね、なんか今まで見たことなかったこう手にボツボツとかがちょっとだけ出たりとかしてたんですけど、あ、まあこれは多分いい反応だろうなと思ってそのままちょっと飲み続けたら、2週間か3週間経ったぐらいからなんかすごいなんかねボツボツ出なくなって、それでね顔にもいっぱい出てたんですけど、顔とあと首とここの顎のところと、あとねここのここら辺にねすごいボツボツできてたんですけど、あとね背中にも結構ボツボツができていて、でそれはね京都に引っ越してきてももう1ミリも良くなってなくって、でなんかやらないとなって思ってたんですけど、これを飲んでから1ヶ月か2ヶ月ぐらい経った時ぐらいだったと思うんですけど、なんか気づいたら結構何にもできてなくって、そう、写真撮っておけばよかったなって今で思ってるんですけど、なので背中にできてたボツボツで京都に引っ越してきても治らなかったこの背中の吹き出物みたいのがもう一切出なくなって、で今ねすごい綺麗な状態になってるんですよ。まあなのでこっちのねミルクシスルはねちょっとしばらくあと何ヶ月間かずっと飲んでみようかなと思っていて、で、まあ、こっちはもう日本では手に入らないんで、これがなくなったら飲まない
まあ、そういう感じですかね。まあでもね、このサプリメントに関してはね、まあ、人それぞれいろいろね考え方もあるでしょうし、あと僕の場合はこれを飲み始めてからたまたま肌の調子がもう劇的に改善されたんですけど、これ実際には関係ない可能性もあるわけですよ。僕はあこれを飲んだからこれのおかげであの体のデトックスがよくできるように自分の体が変化したのかなって思ってるんですけど、でも実際にはこれは関係なかった可能性もあるわけじゃないですか。もう京都に引っ越してきて1年以上経ってるんで、まあ、その時間が必要だっただけかもしれないし、でそのタイミングでたまたま僕がこれを飲んだっていうだけかもしれないんですけど、一応効果があるんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、でもしなんかねサプリメント取るときはあの自分でよく調べて、でなるべくこう変なものが入ってないものを選んで取った方がいいんじゃないのかなと僕は思います。でね、この動画でじゃあ僕今これを取ってますって言って、で2週間後に同じものを取ってるかって言ったらもう取ってないんですよ。もうこっちなんてもうあと10日分ぐらいしか残ってないんで、そしたらもうそれ以降はこれしか取ってないじゃないですか。でなんかいろいろ探したりどっか行ったりしていいのがあったらなんかまた新しいのを自分で試してみたりとかもするんで、まあ、常にね取ってるサプリメントとかって変わるんで、サプリメントを全く取らない時期っていうのも結構あるんで、まあ、なるべくねあの取らないようにはしてるんですけど、やっぱり取らないとどうしようもない状態になることもあるので、まあ、そこら辺はねあの自己責任というか自分で調べて自分で決めて、でやめるタイミングとかもね自分で決めて取ったらいいんじゃないかなと思いますね。そんな感じです。では